ねえお姉様。なんだフラン。あれ何やってるんだと思う。私にはさっぱりわからん。じゃマリサは。さあ、メイドのコスプレでもしてんじゃないのか。お前はまた。素でメイドなのにメイドのコスプレ？バカなの？バカだろあいつは。いや今のマリサに言ったんだけど。あいつはバカだろ。もはや拭い切れるものではない。いや、だからね。都合の悪いことは聞こえないらしいぞ。はぁ、あ。もう21話目だし。ちょっと衣装を変えたいとこだけど。どれがいいかな。割と普通だったね。なんだつまんね。今回落ちなしか。行こうぜフラン。ちょっと待てマリサ。お前にはまだ話が。お嬢様？何？人の部屋を勝手に覗いて一体何をしてらっしゃるのでしょうか。脱出しますよ。いや、それはちょっと。あ、もしかして私のメイド服が気になっているのですね。いや全然そんなことはない。それならそうと言ってくれれば着せ替えてあげるのに。お前も意味悪いのか。さあこちらですお嬢様。いや私そんなつもりないんだって。つうかこのうち無理やりすぎないか。何をわけのわからないことを。さあどうぞ。ねえ、お願いだから私の話を。誰かヘルプミー。他の動画を見たい方は動画の説明欄かこの画面から見に行くといいわ。よかったら高評価チャンネル登録もしていってね。